ライングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。新型 M1 チップ搭載 MacBook Air メモリ 16GB モデル、こちらの1ヶ月使用した正直レビューですね。正直な感想をお伝えしたいと思います。前半主に、外観ですね、デザインのお話で、1ヶ月ね、使ってみて感じた点ですね、と後半には、性能ですね、中身の話で、実際ね1ヶ月使ってみて、正直どうだったんですかみたいなところですね、をレビューっていうところと、前回ねやったその 8GB のそのメモリーですね、そこと比べて7コア GPU のモデル、一番安いモデルと比べて比較してちょっとどう感じたのかとか、最後にねさっき言ったところで、16GB と 8GB ねのメモリーのモデルで違いを感じたところと感じなかった、ここは一緒だったなっていうところも含めて、最後ねこうお話ししたいと思いますので、最後までねご覧いただければですね、さらにね購入の参考とかになると思いますので、よろしくお願いします。でこちらのチャンネルでは Apple 製品のねリーク情報だったりですね、賢い買い方だったり、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね皆さんと一緒に IT リテラシーね高めていければと思っておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて最新情報受け取ってもらえればと思います。でまずはねその外観デザインなんですけども、いつも通りのねやっぱその親しみやすいもう Mac というかデザインなんですが、悪く言えばね全然変わり映えしないっていうのは正直ありますね。一応左側にですね、サンダーボルトっていうサンダーボルト3、USB-C 端子ですねが2つ、ついてると。ただ右側に関してはもうイヤホンジャックのみの搭載なので、残念ながらね現在ね M1 搭載モデルっていうのは右側のねポートっていうのはついてないので、例えば充電とかね外部ディスプレイとかねこうね映すときに反対からねこう回していかないといけなかったりするんで、ケーブルとか。ここら辺はちょっとね、正直めんどくさいなっていうのはありますね。あとさっき言ったその外部ディスプレイっていうのも、この一つしかね、基本的に繋げないので、ここら辺はね、次のモデルとかで、改善されるんじゃないかなと思ってます。もちろんキーボードとかも安定して、押しやすい、シザー構造っていうのがね、採用されてますので、Air はね、特にそのプロとか比べる傾斜のあるね、デザインなので、非常にタイピングしやすいなってね、これ新たな僕の発見でもありました。ちょっと余談なんですけども、PC スタンドですね。僕使ってるのこのモフトっていう、後ろに貼っ付けるね、タイプなんですけども、こういうのを使うと、さらにね、快適にその作業できて、特にやっぱ疲れですね、自然と姿勢がね、よくタイピングできるようになるので、疲れがね、非常に軽減できるのでおすすめですと。以前の動画で、Amazon のね、初売りの動画なんですが、こちらはね、終わってしまってるんですけども、M1 MacBook とかの、Air とか Pro、Intel 版も同様ですけども、その関連のおすすめ商品っていうね、紹介してますので、そちらもね、ぜひね、ちょっとご覧になって、作業環境とか整えてもらえればと思います。あと指紋認証ね、ボタンとかもちょっと小さめではあるんですけども、楽っちゃ楽かなっていう。タッチバーとかないんですけども、Air は。物理ボタンがね、やっぱり、安定して押せるので、個人的には正直タッチバーいらないかなっていう、物理ボタンの方が、いいかなっていう風に、使ってみてやっぱ思いました。トラックパッドとかプロのね、例えば13インチと比べると、ちょっと小さめではあるんですけど、特段別に使いづらいみたいなことはね、僕が使っている範囲ではないですね。インカメラはね、もう 720p の、画質はね、もうひどいんですけども、これどうにかほんとしてほしいですね。テレワークとかね、やっぱオンライン会議とか増えてきてるので、やっぱ iPhone とか iPad の方が、綺麗じゃんっていうのは、ちょっとこれどうなのかっていうね、Mac 10万ぐらいするのにっていう。これちょっとどうにかしてほしいなって、僕も思いますね、正直。で、一応画面とかはね、今まで通り綺麗で、プロの13インチとかと、もうほとんどね、同じような、もうほとんど変わらないので、同じように、やっぱり写真とか、動画、画像の編集とかが、綺麗な画面でできるっていうのは非常にいいなと思いました。ただやっぱちょっとね、ベゼルというか、この画面のね、縁ですよね。画面の縁が結構太いのは、ここはやっぱまだまだね、古いデザインなんで気になるなって、この画面みたいなね、細いね、ベゼルにしてほしいなっていうのは、思いますね。ここはね、一応今後出てくる新型ですね、スマートな画面になるんじゃないかと、13インチはですね、ちょっと期待してるんですけども、一応2021年ね、後半に登場するんじゃないかと思われるですね。14インチ、プロの14インチとかには、ミニ LED とかもね、搭載されると思うんで、新しいね、M1X チップになるのか、M2 チップになるのかわからないですけども、その高性能のね、チップも搭載されると思います。で、一応その今後のね、M1 MacBook についての動画は、以前解説してますので、もしよろしければね、こちらもね、ご覧いただければと思います。続いてはですね、お待ちかね、その M1 MacBook 16GB メモリー。こちらね、性能について使ってみて、どうなのかっていうね、ところも含めてお話ししていきたいと思います。まず、ギークベンチでね、まず性能を測ってみたんですけども、16GB モデルが1675、7497。で、比較でね、一応 Air のその 8GB のモデルも、測ってみました。1674と、7548なので、やっぱりね、そんなやっぱ変わんないですね。性能的には、基本的にはやっぱそんな変わんないんだなっていう。
数値的にこう測ってみても、まあ、CPU 性能はまあ人間でいうその脳みそのになるので、まあ、そこの部分でやっぱ M1 チップでね、まあ、基本的に同じなので、まあ、当たり前なんですけどね、これまあ実際にやっぱ測ってみてもやっぱ変わんなかったなっていうところ。続いて、ね、GPU ですね。GPU のスコアの方を見ていきたいんですけども、まあ、GPU はその画像とか、映像編集ね、関わってくるところなんですが、まあ、それがメタルスコアっていうものでね、見れるんですけども、中身が違って、標準モデルの方では、まあ、8GB の方は GPU が7コアで、メモリー 16GB のね、Air の方は、GPU、8コアになってるんですよ。まあ、なので、数値的にどうなるんだろうとね、ちょっと思ったんですけども、16GB の8コアの方が18,979で、8GB の7コアが18,151なので、まあ数値的にはね、まあ正直そんな変わんないかなっていう、もうちょっとね差が出るんじゃないかなと、まあ思ったりはしたんですけども、まあそんな変わんないかな。まあ実際にちょっと作業のね、でどれぐらいね、例えば動画のその書き出しの時間とかで、まあ差が出てくるのかみたいなところは、ちょっと後半にね、ちょっとやりますんで、コア数の違いでどれぐらい変わるのかっていうところですね。まあそれちょっと試してみましたので、ちょっと後ほどお話しします。あと、ま、シネベンチっていうね、ソフトで比較もしてみました。10分くらいかけて、ま、もうさらに、高負荷かけられるテストですね。まあ、同時にそのシネベンチの方で、マルチコアですね。まあ、そちらの方のテストしてみたんですけども、少しね、やっぱメモリ 16GB の方が、まあ、若干早いかなっていうね、印象でした。まあ、ただ、その 8GB メモリの、ま、一番安いですね。まあ、標準モデルでも、ちょっと後追いだったんですけども、まあ、正直そんな大きな違いはないかなっていう、ところですね。まあ、容量多いっていうのもあるんですけども、まあ、7万円ぐらいね、価格は違うんで、まあ、スコア的には、6600ぐらいかな。8GB メモリが6600で、16GB の方が7101ですね。まあ、Core i7 とかよりはやっぱ上にはなってるかなっていうところ。逆にこう考えると、やっぱその M1 の標準モデルのコスパっていうのがめちゃめちゃいいなって、ちょっと思いませんか、これ。うん、そんな変わんないんだよね。値段が、まあ、7万ぐらい、5万とかね、そんぐらい違うんで。その、やっぱバッテリーの持ちとかもね、まあこれ何回も話してますけど、同じようにやっぱね、すごいんですよね。一応まあ今回 4K 動画の編集っていうのも、外出先の方でちょっとやってみたんですけども、80% ぐらいの、まあ、充電量で、結局まあ一度も充電することなくですね、編集を終えることできました。逆にこれ動画編集とかですね、まあ画像編集とか、まあそんな充電をね、消費するような作業をしなければですね、まあ、正直2日間ぐらいに普通に持ちますね。まあ、iPhone とか iPad みたいな感じで。特にスリープしてる時の充電量の減り方が明らかにやっぱ少ないんですよ。省電力性能っていうのかな。やっぱインテル版の時とかはスリープ状態ですね。で、謎にやっぱ充電減ってたりするんですよね。10% とか。こう朝起きてこうパソコン立ち上げるとなんか減ってんなみたいな。まあ、人間で言うめちゃめちゃその寝てんのに、なんで疲れてるやんみたいな。ちょっと意味わからん状況ですよね。寝すぎて疲れてるみたいな。あっての例え。やっぱそれをね、やっぱり、結局 iPhone とか iPad のチップと同じように、この M1 もね、作られてるっていうのが、まあ大きいのかなと。その M1 チップをそのプロの方がね、実際に分解してるっていうね、動画をね、これ見させていただいたんですけども、これめちゃめちゃ素晴らしい動画でしたね。まあよかったらちょっと見てほしいんですけども、本当にね、その、まあ動画の中でも言ってたのが、やっぱりチップの構造とか、やっぱ iPad ともう全然同じらしいんですよ、もう。M1 が。もうほとんど一緒っていう感じなので、まあっていうことは、まあ僕、ここからね、なんとなく考えたら、今後まあセルラー版じゃないけど、まあ SIM カード入れれる、Mac に SIM カードとか入れれるようになって、通信とかね、もうそのままできればいいなってね。まあ実際その構造とか一緒とかできるんじゃないかなと思いますけどね。まあ今後そういうのとかはちょっと発売されそうだなって思いました。それでさっき、その 4K 動画の話をしたんですけども、もうこれ結論から言うと普通にね、問題なく、編集できましたね。全然いきます。はい。まあ今回は、その 4K の 24fps の動画ですね。まあ1秒間に24枚。コマ数があるもんなんですけども、まあ、比較的そんな、まあ、別に 4K の中ですね、めちゃめちゃ重いっていうものではないんですけども、まあ、格付きとかね、全然なくてちょっとびっくりしました。はい。まあ、実を言うとね、編集の途中まで 4K 動画っていうの僕、気づいてなくてですね、はい。これどういうことかっていうと、まあ、いつもはそのフル HD ですね、1080p の、フル HD で撮影して編集してるんですけども、なぜか今回のこの動画に関しては、いつの間にかその 4K、なってたんですよ。で、おそらく、多分、ね、撮影の時に、多分、セット触ったのか分かんないんですけども、まあ、何かしら 4K になってたのを気づかないまま、まあ、撮影して、そのままちょっと編集してたみたいな。まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、その 4K を、まあ、編集していたと思わないぐらい、ちょっとスムーズだったというか、まあ、24fps だったっていうのもあると思うんですけども、はい。まあ、編集の実際半ばぐらいでたまたま気づいたんですけども、表示で。これだったらもうこれから 4K で撮影して、もう編集しようかなってね、ちょっと思いました。まあ、容量は結構ね、まあ、食ったりするんですけども、まあ、4K 撮影もやっぱね、もう YouTube で最近もう普通になってきてるんで、このね、新しい M1 チップについての、まあ、その動画なんですけども、まあ、20分弱ぐらいは、まあ、編集前あって、
て、で、画像を入れて、まあ結構まあほぼフルテロップというか、まあなので、まあ実際そのすごい動きがあるね、あのトランジションとかまあ使ってないんですけども、そういったあの 4K の動画とかでも、まあ一応エアーでね、全然編集できるっていうことがね、今回分かりました。ただやっぱ 4K 編集するんであれば、まあメモリー 16GB とかにするのが、まあ強くね、おすすめかなって思います。一応今回ね、そのファイナルカットプロの 1080p ですね。まあフル HD の書き出しっていうのをね、そのメモリ 8GB のものと 16GB のもので、ちょっと比較してみたんで、ちょっとご覧ください。この全く同じ動画ですね。M1 チップの MacBook Air 買いなのかっていう動画、左側が M1 8GB モデル、8GB メモリ、7コア GPU で、こっちが、右側がメモリ 16GB、8コアモデルですね。これで、まあ、1080p で書き出しですね。ちょっと比較していきたいと思います。で今のところ全く同じですね。あ、若干、やっぱ8コアが早いのかな。で、まあ、だいたい今半分超えて、8コア、7コア GPU、58、59。まあ、若干なんですけども、早いかなっていう、あの、8コア GPU の方が。ただかなりね、やっぱ僅差ではありますね。お、で、同時に、ああ、終わりましたね。まあ、若干ね、今何秒ぐらいかな、本当に10秒とかの差かな。ほとんど同じタイミングで今出来上がりましたね。あんまりまあ変わらないな。まあ実際にやっぱこうやってみたんですけど、フル HD とかだと、まあ書き出しとかはね、やっぱそんな変わんないなっていうね。まあ性能的にはね、まあ中身一緒なんで、次がですね、今回まあ 4K24fps ですね。その編集した画像データを、次は 16GB ね、このモデルだけなんですけども、書き出ししてみました。次は4K で書き出しですね。これやってみたらちょっと驚きの結果になったので、ご覧ください。で、4K でね、書き出ししてみたんですけど、気づいたら終わってて、だいたいもう、6分ぐらいで終わっちゃいましたね。めっちゃ早い。え？あんまり 1080p とね、変わらない時間でできちゃいましたね。まあ、4K のこの 24fps ではあるんですけども、これでこんなすぐに終わっちゃうっていうのが、ちょっと驚きでしたね、これは。びっくりした。合ってるよね、設定。まあ、H26、読んではあるんですけども、ゆっくりだね、これは。まあ、一応5ギガぐらいあるんですけどね。一応、ま、その 4K24fps なので、もちろんね、60fps とかと比べると、そんな重いってわけではないんですけども、フル HD とその書き出しの時間っていうのが、そんなま、今回の場合はね、変わらなかったので、まあ、これから本当じゃあもう 4K に全部やろうかな、みたいな、ちょっと思いました。まあ、他の、ガジェット系 YouTuber の方とかね、もう瀬戸康史さんとか、渡辺さんとかもな。多分大体みんなね、もう 4K で撮ってるんですよね。まあそれがもう主流になってきてるんで、まあ僕もちょっとね、クオリティ上げていかないとな、みたいな、思いました。で、最後ですね、じゃあ、メモリー 8GB、よく聞かれるのはやっぱその 8GB と 16GB で、まあ体感とか、使ってみて、なんか違いを感じましたか、みたいな。ことですね。まあ、なんで今回はメモリ 16GB モデル使ってみて、違いをじゃあその 8GB のモデルと使ってみて感じたところと、まあ逆に感じなかったところもね、ちょっと共有したいと思います。まず、その 8GB モデルと、まあ特にそんな違いは感じなかったかなっていうところですね。基本的にはやっぱその一般利用の範囲、一般的な作業の範囲では、そんな変わんなかったです。はい。まあ例えばそのウェブブラウジングとか、まあもちろん YouTube で動画見るとか、一般利用、あとまあ書類を作ったりとか、あとまあ Google スプレッドシートで結構僕は管理とかしてたりするんですけども、まあそういった編集とか、やっぱ軽い作業ベース、やっぱその文字ベースとかの作業は、まあ全然ね、一緒だなっていう感じですね。まあなんで、まあ逆に言えばそういった、まあおそらく 90% ぐらいの方はですね、まあ 8GB メモリで、まあ全然いいと思います。逆になんで、そのまあ 16GB にしてもいいとは思うんですけども、まあ正直そういう作業の中では違いはぶっちゃけ感じられないかなと。思いました。じゃあ逆にその、じゃあ 8GB のモデルと 16GB で違いですね。どういうところで感じたのかっていうところなんですが、まあ、特にやっぱメモリ消費が多いような作業ですね。まあ、例えば、さっき言ったその動画編集とか、特に、ま、4K とかね、4K 以上の編集だったりですね、ま、フル HD で、じゃあ、その20分を超えるような動画とか、まあ、前回動画で話したりもしたんですが、まあ、そういった編集とかになってくると、ちょっとなんかね、たまにこう起動がね、怪しかったりするときありましたね、Final Cut Pro で。まあ、あとは、Adobe 系のアプリですね、ま、Photoshop とか、ま、Lightroom と
とかイラストレーターとか、まあそういったアプリっていうのはまだあの M1 でね、あの最適化されてないっていうか、まあロゼッタ間に噛んだりとかしてるので、まあそういうのもあるのか、メモリをね結構使うんですよ。 2GB とか 3GB とか普通に食うので、まあそういったソフトを例えば日常的に使うとかですね、まあ同時に立ち上げたりする場合っていうのは、まあ 16GB をメモリないとちょっときついかなと思います。やっぱね、アドビ系のね、アプリを、まあ、立ち上げた時とか、まあ、こう、同時にね、いろいろ立ち上げて使ったりするんですけども、特になんか、ファイナルカットプロのね、その時なんか挙動が若干怪しくなるとか、ほんとまあ、たまーになんですけど、ちょっと起動した時に、まあ、レインボーカーソルが、まあ、一瞬回るとか、若干シーケンスがね、こう、なんか、ちょっとカクつくとか、まあ、そういうのはね、あったりしたんで、まあ、全然ね、使用、普通に使う分には問題はないんですけども、まあ、若干そういうね、ストレスっていうか、そういうのがちょいちょい出てくるのと、まあ、フラストレーション溜まったり、そういう時は、ま、実際ありました。やっぱ 8GB モデルだとね。まあ、なんで、やっぱそういう、ちょっと重めのアプリとか、やっぱ同時に開いたりすると、まあ、違いっていうのは結構ね、普通に使う分には問題ないんですけども、やっぱ違いは現れるなっていうのは、まあ、ちょっと実感しましたね。ちょっとまたね、気になることだったりですね、質問とかね、ありましたら、ま、気軽に、コメントをいただければと思います。まあ、逆にちょっとこういうことやってほしいとか、こういうね、まあ、なんか企画じゃないけど、まあ、こういうのもやってほしいのとかあればね、まあ、Mac 以外 iPad とか、まあ、iPhone でも何でもいいんですけども、もしありましたらね、どんどんコメントいただければと思います。すべてね、見させていただいております。めちゃめちゃ勉強になれます、僕が。はい。で、また、その 8GB モデルのね、まあ、1ヶ月レビューというのも、前出したんですけども、それが今7万回再生ぐらい超えてて、ね、まあ、ちょっとびっくりしたんですけど、僕も。そんな見られると思ってなかったんで、はい。まあ、正直全く実感はないんですけども、もう本当いつもありがとうございます。で、また、ちょっとね、今後のその M1 Mac にとかについても、まあ、これからアップデートの情報も出しますし、まあ、今現状出てる動画だと、まあ、このね、動画出てたりはするんで、これ一応 4K で編集したやつですね。はい。まあ、この動画ね、できればご覧いただければと思います。こちらの動画少しでもね、役に立ったと思った方はですね、グッドボタンだったりですね、チャンネル登録、コメントもね、もちろん気軽にお待ちしてますので、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。